上からじゃないといけないよね、多分。違う？すげえ飛ぶな、今の。よかった。これでだいぶ短縮できたぞ。ボス戦かな？イベント？ボス戦か。あ、またいっぱい出てくるパターンでしょ？どうせ。あいつだけを倒せばいいんだな。待って、テリー飛んで。あ、でもあれだな。メアのあれが溜まるから。ちょっと。ちょっと、ちょっと。ちょっと凍ってる。いけ。お、お、お。もう倒した？早くね。いて。もうこいつら倒さなきゃダメだ、やっぱり。頑張れ、頑張れ。頑張れ、頑張れ。よし、のけぞってる。オッケーオッケー、今です、今ですよ。お、いいね、凍るのいいね。でもハヤブサがもう使えない。ハヤブサが使いたい。間違えた、踏み台。開くぞ、待って。で、雷連発して、お？誰が死んだか分かんないよ。ボス級の敵がいっぱいいると。ゲレゲレ。メラね、ミスったね。丸ボタン押しちゃった。終わり？終わった。よし。かわいい。終わり？よし、祭壇の前の道が開けたぞ。持ちか。さあ、急がなくっちゃ。私たちで。あ、やべえ、キャンセルしちゃった。ごめん。みんなで力を合わせたおかげで。立ちはだかる魔界の戦士。わからんが、とりあえず行こう。サクサクっと、サクサクっと行くよ。今5月24に、24の1時38分に撮ってます。ええ、時間がないんじゃ。真っ暗ね。ムービーだ。何も見えないわ。姫様、私の後ろへ。何か潜んでいるよ。いい声だな。来るぞ。信長？なんだっけ？ヘルムードだっけ？覚えた。うわー、目が綺麗。ダメだ。目が綺麗で笑う。笑ってしまう。なんでこんな純粋なの？待ちかねたぞ、光の者たち。目綺麗すぎるんだってこいつ。貴様らがここへたどり着く前に絶対いいやつだもん。世界中が朽ちてしまうのではないかとヒヤヒヤしていたぞ。絶対いいやつ。余裕ぶっていられるのも今のうちだ。世界中は光を取り戻す、この聖なる雫でな。シェイクするんじゃない。これ以上お前の思い通りにはさせない。うん。綺麗だな。この私を阻もうというのか。蓋あったね、確かにね。面白い。なんで目つぶるだけなの。ならば防げよ。楽しませてもらうとしよう。いいわ、楽しませてやろうじゃないの。よし、テリーでゴリ押してやる。あんたがボロッボロのヘロヘロになるまでね。いいぞ、同人展開。それは期待できそうだ。だが、え、何？お前と戦うんじゃないの？誰だ？ブオーンか？いや、違う。これは、あれだ。おじさん、なんだっけ？名前なんだっけ、あいつ。こやつが止めてしまうだろうがな。何おじさんだっけ？ちょっと、ずるいわよ。そんな楽しみ方ってあり？ヘルバトラーか。ものは倒すしかないわね。世界中はもう限界よ。せやで、ヘルバトラおじさん。聖なる雫でも元には戻せない。急がないと。ああ、よし、さっさとこいつを倒してゴリ押すぞい。聖なる雫を使わせてもらおう。世界中にはもう時間がない。いけるかな。行くぞ。さて、何分でこいつを倒せるか。
タイムアタックしよう。よし、やめてやめて、どうすこいやめて、どうすこいどうすこい、もーんテリーで、早草切り、オッケー、早草切りからの、いや、クソクソクソ、俺のゴリ押し計画が、オラオラなーん、やめてやめて、何特技封印、お前ちゃん特技封印なの、いやでもまだあるから、あるから、早草が、クソやばいぞやばいぞ、姉子ゼシカの姉子、ゼシカの姉子、よしよし、え、なんかあいつ HP 回復してない、気のせい、まーん、待って、ゼシカゼシカった、クソ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 、ハッスルダンス、ハッスルダンスが、ゼシカハッスルダンスを、これ使っとこう、これで魔法石で、おいおいで、テリー、オッケー、早く先に、なんか門番出てきてるな、オッケー、よし、こいつ倒した、でもこいつが強い、あ、オッケー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 、ひるむ、ひるんでるひるんでる、いいぞ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 、今のうちに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 、全然減らねえなこいつ HP、ブオーンね、でも戦うことないんだよね、ブオーンかっこよかったけど、ヘルボタルもなかなかかっこいいよね、おじさんだけど、えい、近所のおじさんみたいな風体だけど、なかなかっすよ、君も半分、まだ半分か、もっとハッスルしていいんですよ、待って、テリテリ落ちた、よしよし、魔物の扉、これ以上戦う相手が増えるのは勘弁してほしいで、くぞ、眠らされる、まあ、がとりあえず飛び番人を倒してから、まくそ、この通常攻撃しかできなくなるやつやだな、この特技封印、くそ、また魔物が、待って、魔物の扉、やべえ、物の扉を、ダメだ、クソ、手こずってるからいろんなやつが出てきちゃう、みんな地震大丈夫、今地震来たろ、タイムリーすぎる、ちょ、出て出て、こいつこいつ、待って、え、扉まだいんのかよ、万人二人いんのか、もうとりあえず OK、やつにジゴスパークを叩き込んでいく、当たってる、ミスるんじゃないぞ、オッケー、あ、バンニーも倒した、ついでに、いいぞ、ナイス、よし、いいぞ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 、クソ、あのひるませのやつ避けなきゃダメだな、全然避けてないけど、クソ、特技封印やだよ、麦封印やだ、少しでも早くテンションを貯めて、オッケー、よし、ついでにこの番人も倒したい、いやもういいでしょ、ヘルバトラ倒せばいいでしょ、あ、でも番人もついでに倒せた、おおお、かなりバテてきたみたいだ、死んだんじゃね、このまま畳みかけると、これで勝てるんじゃね、見せてやるぜ、いけるだろう、お前なら削れ、よし、やったぜ、微妙に残ったぜ、やったぜ微妙に残ったぜ、あとちょっとあとちょっと、オーケー、やっぱテリー強えわ、テリー強えな、ありがとうテリー、私に立ち向かおうなど少子せん、難しい言葉を、おっ、せいせいせい、ダメじゃん、
あのアクトの後ろから誘う。アクトごと、アクトごと誘う。違う？おお。お、勝った？勝った勝った。俺たちの勝利じゃないか。おお、やったでガス。闇が消えていくでガスよ。こいつは平気なの？世界樹が力を取り戻したわ。よかった。これで闇竜も。手遅れ？あ、爆笑してる。何がおかしいのかしら。笑いのツボが。まさか追い詰められたせいでやけになっちゃった？追い詰める？貴様らこの私をか。知らんけど。この私言われても。なんとおめでたいものどもよ。世界中が元に戻ろうと痛くも痒くもないわ。強がり。我らの神闇竜シャムダ様の封印はすでに解けているのだからな。なんで？どういうことだ？ということ。世界中が完全に朽ち果てるまでシャムダ様の封印は解けないとでも思っていたようだ。目切れだわ。甘い2カ目3カ目世界樹が4カ目立てなくとも、その力が弱まりさえすれば我が闇の術で封印を解くことができたのだよ。マジかよ。そんな聞いてねえよ。じゃあシャムダはもう復活してしまったの？どこにいんのシャムダ？連れてこいよシャムダ。うわすげえ。封印が解けた今、あとは眠りから覚めていただくだけよ。これより次元島で最後の儀式を済ませれば闇竜シャムダ様が目を覚ます。でかいのかな。光の者どもよ、世界を救いたくば我を追って次元島に来るがいい。どこどこ。あ、真ん中が地図の大爆笑や。待って、大爆笑すぎるだろ。そんな面白いか。ブタポラになるわもう。まずいことに。釣られて笑っちゃうわ。まさか闇竜の封印が解けちゃってたなんて。あいつめっちゃ楽しい。こうしちゃいられないでガス。闇竜が目覚める前にヘルムードをやっつけに行くでですよ。めっちゃ満喫してるなあいつ。不自然なほどはっきりと自分の行き先を明かした。明らかに罠だな。そうかな、来てほしいんじゃない。たとえ罠だったとしても行かなくちゃ。闇竜の復活を止めるにはそれしかないもの。そうね、かわいい。ここで途方に暮れてたって仕方ないわ。ビアンカ、大切なものを守るためにできる限りのことをいたしましょう。ふむ、うん、どんな罠が仕掛けられていたって平気よ。かわいい。私が全部ぶち壊してやるわ。みんなかわいいな。それは頼もしい。なりません。そのような無茶をなさらずとも姫様を阻む輩はこのクリフトが排除いたします。はあ。それじゃあみんな、すぐにバトシエへ乗り込んでちょうだい。次元島までパワー全開で飛ばすわよ。次でラストかな。よし、何を企んでようと土地止めてバルブジュバルナガヤス。噛んで次元島エルサーズから近い。ダメだ、読めなくなってきた。元に面した海に浮かぶ島、ずっと行きたかったとこだね俺が。絶えずマグマが吹き出しておる。タクラムには持ってこいの場所ってわけか。大変よ。何が？緑毒キノコみたいな。見てきたんだけど様子が変なの。島の火山から吹き上がっている不気味な煙の強化は遠目からでもはっきりわかるぐらい増している。ん？最後の儀式。あ、闇竜まだ目覚めてないの？間違いないだろう。え？目覚めする儀式がもう始まっちゃってるってことよね。ヘレムード止めねえと。いや、俺の予想では 100% 復活すると思う、シャムダ。復活した上で倒すと思う。ですよね。この流れでシャムダ出なかったら、おい出ねえのかよっていう、そうツッコミがあるでしょう。プレイヤーからの。出るんでしょう。ふんふん、黄金のかけら19個もめっちゃもらえるな。